YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。岡田ヒロです。今ですね、俺クレヨンしんちゃんで有名な春日部市に俺今いるんですけど、今春日部市のこちらの踏切に今いるんですね。はい、こちらの踏切なんですけど、こちらの踏切は、東武鉄道のスカイツリーラインである伊勢崎線とアーバンパークライン野田線の、両路線、東武同士の2路線が共同使用している踏切で、ここですね、野田線で唯一で、春日部市で問題となっている開かずの踏切に俺今いるんですけど、今踏切ずっと鳴りっぱの状態なんですね。で、こちらの2線がスカイツリーライン伊勢崎線の踏切で、この向こう側の2線の線路が野田線の線路になっているんですね。今5万系東武が出発ですね。今5万系通過していったんですけど、電車まだまだ来ますね。次野田線が出発か、どっちだ。いやー、ここもさすが東武で有数の開かずの踏切であるということが分かりますよね。まあ野田線にとっては唯一の開かずの踏切でもあるんですよね。おお、8500が来た。おお、8500、わーい、うわー、8500が来た。いやー、8500今行ったけど、次は野田線ですね。いやー、いつになっても踏切が開かないんで、これは危ないですね、本当に。さすが、ここも交通量多いですね、本当に。あー、踏切なんですけども、あっという間に閉まってからもう渋滞しちゃいましたね。あ、5万系、あ、6万系ですね。野田線6万系が出発ですね。さあ、そろそろ開くよね。大丈夫かな。え、まだ開かないの。次日比谷線が来るんか。で、あと俺が今ここにいる、俺が今この踏切なんですけど、ちょうどここ春日部駅のすぐそばにある踏切なんですけど、ご覧の通り野田線と伊勢崎線が共同使用している踏切で、もう次から次へと列車が行ったり来たりするので、いつになってもここ踏切開かないですね。まあ野田線では唯一の開かずの踏切で、まあ伊勢崎線と野田線で唯一の開かずの踏切で、今度ですね、春日部駅、この奥に春日部駅が見えるんですけど、この春日部駅が今度高架工事が始まるとのことで、この春日部駅が高架化される暁にはこちらの踏切ですよね、こちらの踏切もなくなるとのことなんですけど、春日部駅が高架化される暁にはこの踏切、この開かずの踏切はなくなって、貴重な動画にはなるでしょうね。で、開いたので渡っていきましょう。ちょっと狭いんで気をつけよう。あー、車、うわー、ここ車がすごい行き来しますね。あー、止まるなってここに書いてありますね。いや、相当危ないですね、この踏切。しかも歩道右側ないんですね。危ねえな、これ。いやいやいや、あー危ねえな。
いやー、これじゃ本当に開かずの踏切ですよ。本当にちょうどこちらが野田線側の踏切になるんですかね。で、野田線側の踏切なんですけど、こんな風になってるんですね。いや、歩道がなくてなんか危なさそうですね、これ。この踏切なんす、この春日部駅の踏切、危ないですね、本当に。まあ、今度春日部駅が高架化されるっていう計画があるらしいんですけど、その暁にはもうこの踏切の動画は貴重な動画になると思うんですけど、いや本当にこの踏切交通量多いですね。で、こちらの踏切の警報器なんですけど、東部にありがちな島式の踏切の赤色灯になってますね。いやー、ついに開かずの踏切のレポートの現地レポートする日が来るとは、なんて言ったらいいのかな。あ、こう気をつ、これ警告の看板がありますね。鳴り始めてか危険です、鳴り始めてからの踏切横断で、縦看板に踏切内停止禁止となってますね。まあそうですよ、だって野田線と伊勢崎線がコラボしてる踏切だもん。ああ、踏切内止まらないでくださいって書いてありますね。いや、危ないですね、この踏切。じゃあちょっと渡ってみたいんですけど、こちらの線路が野田線の線路になっているんですね。上下線の野田線になってます。はい。で、こちらには止まるなっていう表示器がありますね。止まるなっていう警告の看板も、警告の看板がありますね。で、そしてこちらがスカイツリーライン、伊勢崎線上り下り方面の線路ですね。この奥に見えるのが春日部駅ですね。いや、春日部駅本当に大きいですよね。さすが東武鉄道の要衝の駅で、クレヨンしんちゃんの街ですよね。こちらが伊勢崎線。うわー、危ない危ない、やべ、踏切になってた、危ない危ない、ああ危ない危ない、あー、これひどいな。踏切内使用、踏切内停止禁止の標識に落書きしてありますね。これひどいな、これは器物損壊だぞ。なんてことすんだ、これ踏切、これ標識に落書きした人、これ反省してください。これ器物損壊になりますからね。こういうひどいことすると捕まりますから、やめてください、これ。やめてよね、これ。ああ、で、これ左が、これ、警報器が2つ、これ、両端についてるんですね。こちらの警報器はこれ、矢印の表示器だけで、警報器はないんです。あ、ライトはないんですね。赤色灯はないんですね。何なんでしょう、これ。この違い何だろう。いやー、危ねえな、この踏切。しかも歩道が片方しかないとは、やばいな。で、ちなみにこちらが伊勢崎線スカイツリーライン側の踏切です、になります。お、またまた来た。で、こちらの、スカイツリーライン前のと、これだ、伊勢崎線側の踏切の前なんですけど、あー、ご覧の通り歩道ないですね。狭くて、これ危ないですね、本当に。これは危ないですよ、本当に。いやー、開かずの踏切だよ、これこそ。これが春日部市で有名な開かずの踏切ですね。うわ、両方来るんだ。どっちから来るんだ、両方来んけ、マジかよ。あー、またオレンジ東部が来るんか。どっちが来んかな。それにしても、これ、あと今気づいたんですけど、これ警報器が4つも取り付けられているんですね。警報器4つあるんですね。いや、相当ここ危ない踏切だってこと物語ってますね。あ、6万件の野田線が来ました。今アーバンパーク野田線6万系が入ってきますね。うわ、また来るんか。次は
次は伊勢崎線の5万系が来るんかな。なんか5万系が来るって感じですよね。あ、半蔵門線直通が来るんかな。いやーすごいな、これが本当の開かずの踏切ですよ。これおー、トレーシミュレーター5000系が来たぞ。お、トレーシミュレーター5000系。いやーそうですよね。そうですよね。お、ちょうどいたいた。まあそうですよね、春日部駅なんですけど、ここ東武日光線の特急電車の停車駅にもなってるから、相当この辺りも過密ダイヤだってことが分かりますよね。過密ダイヤじゃこりゃ開かずの踏切になるだろう。さすがにこれが朝夕のラッシュ時はもっとやばいだろうな、本当に。いやすごいなこの踏切。おお、また来たまた来た。あ、次野田線か。お、次野田線だ。いやー、や、電車が行って踏切が鳴り終わったかと思ったら、また踏切がすぐ鳴り出してもう閉まっちゃいますね。いやーこれじゃ踏切の渋滞とかさ、渋滞とかさ、踏切待ちで人溢れちゃって、これやばいだろうな、平日これ。南部、これ竹の塚だったらもっとすごいんだよね、これ聞いた話だと。いやー、これが本当の開かずの踏切なんですね。まあ、その割には、結構いろんな電車たちにも出会えて、結構、もいろんな電車で盛りだくさんな開かずの踏切ですね。だってさ、これ道の真ん中には止まるなってさ、そう書いてあるし、赤い枠に白文字で書いてあるんだもんさ。俺さすがにこれもしかしたら踏切の中で止まっちゃう人いるかもしんないですね。あ、ちょうど8000系が出発だ。お、8000系出発。よし、8000系出発だ。あー、唯一ここだけの8000系フル編成出発だ。よし、8000系いった。さて、そろそろ開くかな。もしかして鳴ったら、あー日比谷線が来てるんか。あ、日比谷線からの電車が来るんだ次。いやー、いつになっても踏切開かないけど、これじゃ館林駅のあの踏切よりももっとやばいなこれ。まあ、野田線とかさ、スカイツリーラインではやっぱり唯一ですけど、まあ、野田線とっては唯一の開かずの踏切ですよね。まあ、春日部駅がね、今度高架化するっていう計画もあるらしいんですけど、高架工事は来年から始まるのかな。どっちなんだろう。ああ、今日比谷線の次世代の乗り入れ東部7万系が出発だ。ああ、今度こそ踏切開くかな。ああ、やっといたか。それじゃあ渡ろう。